前にこのね、固定するやつ失敗したんですけど、なんかね、ビニールテープ巻くといいらしい。はい、お疲れ様でございます。今回ね、こちら今なんか繰り返し使える両面テープって流行ってるじゃないですか。これね、こちらの商品がウィッシュで買ったんですけど、そしてね、こちらの商品、これセリア、これをちょっとね、比較していきたいなというふうに思います。はい、まずは開封しましょうか。このウィッシュで買ったやつと、そしてね、セリアで買ったやつはね、若干もう使ってしまってますね。まずはこちらの厚みですね。厚みと最終的に、ね、粘着力がね、どれぐらい違うかをね、検証していきたいですね。まずウィッシュで買ったやつが厚さ1ミリですね。はい、そしてこちらのセリアの商品、これなんか2ミリぐらいあるんですか。2ミリですね。ページに書いてました。2センチ、厚さ2ミリ。まずはこちらにね、スリッパを準備します。これダイソーで100円のやつですね。ここの裏に最初こちらですね、ウィッシュで買ったテープ、これを5センチ切っていきましょうか。ちゃんと正確に測りましょう。比較動画なんで、しっかり5センチ測りましょうか。5センチ測って、そしてここにつけると、スリッパの裏につけました。そしてもう1枚ですね、5センチ測って、そしてこちらもスリッパの裏につけますと。そしてこれを剥がして、ここにつけましょうか。これで粘着力がね、どれぐらいあるかですね、これを検証していきましょう。ちなみにね、ここ通過するとき、これを持ってます。これがどれぐらいこぼれるかをちょっと検証してます。それでは検証します。はい、次にセリアの方を試していきましょうか。これも5センチ切って、うわ、これこっちの方が明らかに粘着力強いような気がするな。それではセリアの方検証しますね。こちらのチップスターの蓋が2468のと順に13個こぼれました。このセリアの方が13個こぼれて、ウィッシュの両面テープ、こちらが12個こぼれましたね。ということはほとんど粘着力一緒っていうことですよね。なんかね、体感的にこのセリアの方が粘着力が強いような気がしますね。これやっぱ分厚さが2ミリあるんで、ウィッシュの方と比べて粘着力、もうこれ1回ついたら弱まってますね。多分水洗いしたらまたくっつくと思うんですけど、こちらのセリアの方はスリッパにめちゃくちゃくっついてます。ゼリーみたい。ちょっと検証方法がね、正しかったかどうかは微妙なところですけどね。こちらのウィッシュとセリアの値段はね、ここに出しときます。でも こちらの方がやっぱ安いですね。同じ粘着力やったら、この100円ショップで買った方が得っていうことですね。わざわざ海外から取り寄せんでいいっていうことでした。膝怪我したらめちゃくちゃこけたわ。スリッパに両面テープつけるとか、そんな危ないことやめてくださいよ。こんなもん喧嘩になる。ここにこうくっついて、こうやっといたらもう、危ない。ここを支点にこう遠心力で宙に浮く。人間が宙に浮いてしまうやん。めちゃくちゃ危ない。こっちにつけといたらね、固定でこけるだけなんですけど、ここだけつけといたらもう遠心力でね、これ一回転しますよね。今回は両面テープの比較の動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ、こっち来てください。痛かった。膝打ったんですよ、さっき思いっきり打った。なんやそれ。